頑張ったんだね、君も。なぜ泣いてるんです？建物の教授になってるんです。それが彼との出会い。火星に大きな街を作りたいです。彼の名前は大林。スクールを開く大林組。そうかそうか、頑張ったんだね、君も。なぜ泣いてるんです？建物の教授になってるんです。それが彼との出会い。こう見えて私130歳なんです。冗談は笑えないけど、火星に大きな街を作りたいです。夢はでっかい。夢じゃないですよ。おでしょ。彼の名前は大林。なんか面白いこと起きそうだ。スクールを開く大林組。お願いします。はい、はい、はい、泣いてるんです。そうかそうか、頑張ったんだね、君も。なぜ泣いてるんです？建物の気持ちになってるんです。ありがとう。ありがとうございます。それじゃあ本番タイム入ります。それはこっちで、ここで、はい、わかりました。その方がいない。その方だけ。はい、了解です。いいよ。はい。そうかそうか、頑張ったんだね、君も。頑張ったんだね、君も。なぜ泣いてるんです？なぜ泣いてるんです？建物の気持ちになってるんです。ありがとう。ありがとうございます。よろかったみたいになります。ありがとうございます。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ここはほい、笑ってるのでっかいって言ってると、夢じゃないですよって夢じゃないですよ、振り返って言ってね、行ったらまたふわーって広がるのが、どこで止まるの？夢はでっかいに受けて、夢じゃないですよっていう時に止まる。止まる。どっちかどっち歩く？歩いてて、歩いてて、火星に大きな街を作りたいんです。夢じゃないですよで、絵があったらこう見たらいいですね。国際空輸ぐらい。で、バーッと行って、バーッと行って消えた。消えたら？でしょ。また振り返る。消えたら？でしょ。ずっともう見たまんまです。これはずっと見てる。でしょで見てて、ナレーションの間も見てて、なんかちょっとこの反応を楽しんでる。でしょ言われたらすぐ見た方がいいんですか？そうですね。わかりました。でしょで。何ですか？言ったら、やっと笑って、こう、ですね。まず、あ、わかりました。こんな流れ。じゃあ、行きますよ。よー。はい。火星に大きな街を作りたいです。夢じゃないですよ。え？あ！あ、そっか。え、何ですか？歩き出す。ありがとう。ありがとう。大丈夫。右転します。10分から15分ください。はい。
な感じで見てください。はい。全然です。建物の気持ちになってたんです。建物の気持ち、建物の気持ちになってたんです。目線は見てた方がいいですか？とか見えてる。私冗談だと思ってるからもっと少し笑ってるぐらいだ。あ、わかりました。全然面白くないな。はい、出てきますね。よーい、はい。こう見えて私130歳なんです。はいはいはい、とてもいいと思います。はい、この感じでやってみましょう。はい。こう見えて私130歳なんです。はい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 。このカット OK です、はい、ありがとうございます。山本さん、本日の撮影以上になります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、でも久々、何年ぶりですか？2年、3年ぶりぐらいですか？2年ぶりぐらいですね。あの朝ドラの半分青いで共演させていただいて、はい、まあだからそれがあったので、なんかもともとなんだろうな、不安みたいなことはなかったんですけど、まあやっぱりすごくやりやすかったです。あ、僕もめちゃくちゃやりやすかったですね。以前親友役 で、あの僕が一方的に愛してる役だった。確かに今回もなんか、はい、もうたけるくんの、大林がもともと持ってる不思議さと、たけるくんがもともと持ってるこのミステリアスなすごい人を引きつける魅力がマッチしてて、うん、すごくやりやすかったですね。印象は変わらないですよ。変わらないですね。相変わらずかっこいいなって思いました。久々に会って、うわかっこいい、オーラめっちゃあるみたいな。久々に会ってちょっと緊張しましたね。いやいや全然そんなことはないんですけども、でもあの僕みたいな役って、まあ、あの結構いわゆる、まあ、受けの役じゃないですか。リアクションを取っていく役だから、その難しさみたいなものがすごくあると思うので、なんていうんですかね、だからそのリアクションによってこっちの芝居も全然変わってきたりするんですよ。だからやっぱり大和くんじゃなかったら多分こんなに、なんだろう、自分の 表現がこうなんかスムーズに出てこなかったなとか、それは思います。やっぱテンポ感とかもすごく大事なんで、やっぱ気持ちいいテンポで返してくれたりとかした時に よかったなと思いました。めっちゃ嬉しいですね。たけるくんは普段クールなんで、こんなこと言ってくれるのないから素直にちょっと今照れてますよ。でも僕も本当気持ちいいテンポで、もう自分のリアクションはあのもうたけるくんに全部引き出してもらってるって感じで、もうおんぶに抱っこって感じで全部任せてって僕は感じでしたよ。大変こう面白い企画だなとは思ったんですけど、その、まあ、自分が演じるということを考えた時に、まあ、130歳という設定だとか、大林組さんのこう企業の擬人化といういわゆる普通の人間じゃないみたいな設定だとかをこうどういうふうに表現したらいいんだろうっていうのは分からなかったです。ただ
本当監督がすごく細かく演出してくださって、こう衣装だとかこう髪型だとかもすごくこだわってデザインしてくださって、現場に入るまでは不安だったんですけど、撮影が始まってからはこうなんとなく自分でもなるほどこういうことかと徐々に徐々につかめてきまして、まあ楽しく撮影できております。最初こう絵コンテもらった時に率直にすげえ面白いなって思いましたね。なんか短い短編映画みたいな、僕と大林が出会ってそのなんか不思議な存在に惹かれていくっていう、本当まあ15秒30秒なんですけど、おのずとね2人のキャラクターの背景がなんか垣間見える感じの、なんか本当短編映画のように思いましたね。すごく未来を見てる、まあ、人だなと思って、視線が遠いというか視界が広くてその先を見据えてるような人なのかなって思ったので、こう具体的に言うと、まあ、まあ下向いて歩いてないだろうなとか、こう普通に座って喋ってる時もなんか目線は上の方なんだろうなとか、そういうようなことがその大林氏のスケールの大きさというか、まあ人間としてのというか、その大林組さんの可能性の大きさというか、うん、みたいな表現につながるのかなと思って、そういうことは意識してやってました。できるだけ自分の功を消すっていう意識はしたかもしれないですね。できるだけこう空っぽの状態で本番を迎えて、大林から出てくるセリフをキャッチしやすいように結構空っぽにしたっていうのはあるかもしれないですね。新鮮なリアクションが、うん、本番の中でできればいいなと思って。僕自身が結構他人に対しての好奇心が旺盛な性格なんで、結構、うん、すぐ友達になろうとするんじゃないですかね。こうなんだろう、大林の持ってるそのテンポ感だったり、その会話の違和感みたいな部分って結構魅力的じゃないですか。この人が、ね、何を考えてるのかとか、なんかその人をなんかもっと知りたくなるような存在なので、すごい多分興味を得て僕と同じようにもう話しかける可能性は高いかなって思いますよ。ちょっと怖いですけどね。キャラクターが掴むまでがちょっと苦労したというか悩みましたね。ただ本当にこうコマーシャルの撮影ではあるんですけど、なんか体感としてはこう映画を撮ってるのと全く変わらないような空気で、そういう環境で、まあ、しかも監督がちゃんと芝居について演出してくださったので、なんというか助かりました。うん、そこはすごく芝居に没頭できる環境を用意してくださったので、そこは役者として大変ありがたかったですね。ドローンを使っての撮影があって、こうドローンがすごい音を出してブーンつって僕ら撮ってるんですけど、あれ見てる時もなんかちょっと前までなかったものだなと思って、なんかこのターミネーターのあのスカイネットのあのなんか攻撃してくるのがマシンあんなんだったじゃないですか。だから自分がね、つい最近まで想像しなかったことがああやって現実にあるから、なんかあの撮影見てたらなんかその宇宙エレベーターとか全然あるんだなとか思いながら撮影してましたね。うん、あとはもうめっちゃ天気に恵まれたなって感じっすかね。自分がロケに出て天気がいいことあんまないんで、タケル君のスター性じゃないっすかね。このお話をいただくまでは知らなくて大変驚いたんですけど、宇宙だとかそういう分野に関して僕個人的にとっても興味があるし好きなので、こういう撮影に携われたことをすごく嬉しく思いますし、ぜひ大林組さんにはこれからもどんどん新たな挑戦だとか、そういう、こう未来の何て言うんですかね、進歩に向けて
取り組んでいただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、正直 どこまでが実現可能でとか実現不可でとかは僕はその分からないんですけど、まあ、きっと大林組さんが本気でやるからにはいつか実現してくれるんだろうなっていうようなこう期待と、まあ、ワクワクしましたね。だから勉強不足で知らなかったですね。ゼネコンで開発事業とか、ね、土木事業とか建築事業とか、 なんか近未来のなんか海外映画に出てくるようなこのなんか世界観のものをこうなんか開発しようとしてるっていうのは知らなかったですし、顔合わせの衣装合わせの時にそういうことを教えてもらってすごいドキドキしましたよ。いや宇宙エレベーターとか重力大丈夫なのかとか、そのなんか部品とか大丈夫なのかとか、なんかすごいなんか未来のなんか発想をなんか身近に感じることができて、うん、ワクワクドキドキしたのは覚えてますね。いつぐらいにできていつ体験できるのかって、なんか自分が生きてる間に間に合えばいいなって思いましたよ最初は。はい、だから早く作ってください利用したいっすね。うん、だってエレベーターどれぐらいのどういうことなんですかね何階みたいなことなんですかここ地平線でなんかどういうことなんですかね。しかもなんかできる見込みが、ね、あるみたいなことなんでね、一層気になりますけどね。今回、大林役を任せていただき大変光栄に思っています。撮影の方もとても楽しく進ませていただきました。これからぜひ大林と、大和君演じる僕の関係に注目していただきたいのと、同時に、この CM をきっかけに、ぜひ大林組さんの取り組みにも興味を持っていただけたら嬉しいです。ビルをどかどか建ててるゼネコンだと僕も思ってたんですけども、こんなに夢ある会社なんだなと僕自身が実感したので、この CM がその入り口としてはすごい入りやすいと思うので、この CM を見て楽しんでいただいて、大林組という会社をもっと知っていただけたらいいなと思います。